サワーキャベツ酸味のあるキャベツの塊の胃は、ルーマニアやハンガリーのほか、ボスニア、クロアチア、セルビア、マケドニア、ブルガリアといったバルカン半島諸国の料理で一般的なキャベツを発酵させた保存食である。ドイツのザワークラウトに似ているが、ザワークラウトはキャベツを千切りにしたりちぎったものを乳酸発酵させるのに対し、サワーキャベツはキャベツを丸のまま、 しかも数週間にわたって発酵させる点が異なる。特徴的な酸味は、乳酸発酵により生じた乳酸によるもので、酢を使ったり煮たりすることもない。通常は、各家庭の食料庫で、大きな損にキャベツを丸ごと入れ、塩水と海塩で漬けて作られる。外側の葉と芯を取り除いたキャベツに塩を振り、損にできるだけ密に詰め込んで、 4から6%程度の塩を入れた水をひたひたになるよう注ぐ。内部に塩が行き渡るよう、芯を抜いたところに塩を詰めたりもする。キャベツが常に塩水に浸かるよう重しをし、時々、漬け汁を樽の底から抜き取り、それを上からかけて漬け直す。漬け汁は必要に応じて加えるが、その際必ず塩を入れる。塩分濃度が高いと発酵が遅くなるが、逆に、 塩分濃度が不十分だと傷んでしまう。気温が高い時には、発酵が進みすぎないよう塩分を高めにしなければ、ならない。発酵は16摂氏22度で行うが、18摂氏20度が最適である。低温で発酵させると香りが良くなる。発酵に関与する菌としては、ロイコノストクメセンテロイデス、ラクトバクテリウムブレビス、エンテロコッカスファイカリス、 ペディオコッカスセレビシエ、ラクトバクテリウムプランタルムなどが知られる。サワーキャベツは、ボスニア、ブルガリア、クロアチア、ルーマニア、セルビアでは、非常に一般的な食品で、主に冬場にそのまま食べるか、あるいは料理の具材として利用される。生では、冬のサラダの定番として、パプリカパウダー、または、黒胡椒をかけるか、あるいはそのままで食べる。 料理の具材としては、ロールキャベツ風の料理である猿まで身を巻くのに使われることが多いが、ポドバラックなど他の様々な料理に利用する。ありがとうございます。